離婚届を書いて市役所に出しに行った、はい、はいはいはい、っていうのは、いやそれ絶望じゃなくて希望じゃなくてそうともに、はい、でもねその時に初めて私ね、うん、神様とか、うん、あの信じて生まれてきてたんですけど、うん、神様はいないって思うんですよ、40の時に思ったんですよ、はい、もうなんか何をしてもうまくいかないんですよ、うん、でもう八方塞がりな感じになって、うん、いろいろ気を使って、はい、いろいろ頑張って全力出し切って頑張ってるのに、うん、全然不安が引かない、おー、うん、で、あのなんか、うん、心配ばっかり増えてきて、うん、ストレスもたまる、はい、我慢してるのにもその時もならその時もならね、うん、でも、うん、40で絶望がやってきて、うん、でそこで気づいたのが、はい、さっき皆さんにお話した私は私を生きてないっていうことに気がつくんですよ、初めて。つまり体の流脈が、そう、整ってない、神経師だったので、うん、人の流脈を整えて、うん、我慢はダメですよ、うんうんうん、気を滞らせますからねって言ってるのに、うん、私が我慢してた。なるほど。そのことに気がついて、うん、あ、でももう我慢しなくていいんだというんで離婚届を出した。離婚届はね、ちょっとタイムって言いました、ね、あんなに書いてもらったんですけどちょっとタイムって、私自分は生きてないかもしれないということに気がついたので、うん、絶望したおかげで、うん、もうちょっと様子見さして、うん、はい、ね、やってるうちに、うん、楽しなってきて、うん、あのそれまでって、うん、私脳はノーって脳みそ、いや、イエスノー、あ、イエスノーのノー、はい、ノーって言うしかないやん、うん、めっちゃ言いにくいなって言わんとこっていうのをしてたんですけど、うんうん、あの上手に言えばええんやということに初めて気がついて、うんうん、はい、その時に患者さんで、うん、ドン小西みたいな、なんかすっごいなんかファッションの、うん、おじさまが来てたんです、うん、で来ていつも先生見て新しいジャケットやね、超かっこいいって言うんですけど、はい、どう見ても私かっこいいかっこいいっていうのがもう口が挑みそうな感じ、はい、わかります、での患者さんやし、うん、ね、お客様じゃないですか、はい、そうですか、素敵ですねって言ってたんですけど、はい、そう言うたびに自分の意識が下がってるから流脈が、うん、あ、そうか、あ、そういうことでおべんちゃらもやばいのね、そう、愛想笑いとかも、はいはいはい、さっきまでね、はい、夫婦喧嘩してたのに、はい、一本になってこんにちはうまい、もう上手にやってたんですけど、はい、だから自分が死んでいくんですよ、そう言ってると、だからもう、うん、工夫しよう、うん、せっかく頭がないから嘘をつかずに、うん、相手にも嫌な思いをさせずに、うん、はい、なんとかできるんじゃないかと初めて思い始めて、うん、今度その患者さんが来た時に、うん、まだ始まりました、うん、今度は先のとんがったブーツ、うん、しかもなんかヘビ柄みたいな、はいはい、ヘビ柄いるいる、誰が履くねん、はい、結構強烈なやつ履いて、はい、かっこいいやろ、はい、もうね、私の感性を超えてきますね、うん、嘘ついてないでしょ、はい、もうその通り、誰も似合わないと思います、はい、いや全然嘘ついてない、嘘ついてない、お見事や、でもめっちゃ喜んで、はい、先生分かってくれるかいみたいな話のはずもんですよね、でもね、僕ね、その見事なそのね話を聞いてて、あれこれ俺どっかで聞いたことあるな、京都の花街、芸妓さん舞妓さん、はい、みんなそうよ、もうね、もうみんなそういう技を使ってあお兄さんってね、どんなじじいが来てもお兄さんだよあともう本当にね、褒め直接褒めるわけじゃないんやけども、まさに今の直子さんがご自分で気づいたような言い回しにするの代々受け継いでんの、今日言葉で、ね、あの今日言葉であれでね、ね、
本当にあれで騙されるんですよ。みんなみんなね、本当に。ですからね、それをご自分で気づいて、で実践なさってる。あの実はね、京都の花街の方々、幕末期に日本を、ね、明治維新の立役者なんですよ、あの子たちは。で当時、ね、西郷さんとか、ね、それからなんかいろんなね、あのなんだ、山口県と鹿児島県と、まあ、様々なところから、ね、集まってきてひそひそ話してて、言葉が通じないんですよ、ね、あの最後の方言が、ね、あのおいわ、ね、どうもおいどうもなんとかっていうのに、こっちでなんかそれを全部通訳してたのが芸妓さん舞妓さん、すごい優秀ですね、はい、で芸妓さん舞妓さんはあの本当にね、嘘はつかない、でも言葉巧みにそれを見事にかわしてるから、新選組の取り調べがあってもね、平然と平然と、だからとても嘘ついてるように見分けられない、嘘ついてる気が本人にないんだから、ね、ちょっと違うな思っても、そう、それ面白いですな、そうそうそう、うまいうまい、そう、まさにね、だからこれからね、多分この日本人、特に女性が巫女として、うん、ね、さっきのね、あのこのこれに入ったお水をあちこち行って巻きながら、ね、あのみんなで、ね、ネットワーク、流血、流脈のネットワークを、ね、作っていくときにね、あの指針として道具としてはこのね、あのお水、うん、それからね、生き様としては嘘はつかないんだけども、うん、上手な言い回しを習っとく、そう、言葉遣い、そうそうそう、そうやってまずはね、もし万が一ご結婚されてたら旦那を騙す、ね、あの怪しくなってきましたね話の方向が、先生にあの、はい、有利な流脈をつけられる、そうです、そうです、もちろんもちろん、だからね、あのこれからね、きっとこの1年、今日この龍神会議が第1回目を開催して、龍神が集まってくる、この動きがね、今必要なんですよ、うん、今年いっぱい、および来年の前半にかけて、ね、はい、これによってね、それまでに、来年の7月までにね、あの龍脈が腫れていたら、うん、もう、安心していいと思うんですよ。本当そうです。はいはい。今度ね、実は5月のね18日に三上編集長が、うん、あの総力特集で来るんですけど、その時に言っときます。これありがとうございます。もう大丈夫や大丈夫やと、直子さんがねすごいあの龍脈張ってくれるからって、うん、はい。だから皆さん本当にね、あの極端な、ね、危ないぞっていう意見と、今のところそればっかりです。だからこそね、あのこの重要のどっちでもいいやんって思ってる方がそっちに傾きやすい。そこでまあ全く松原さんとかね、矢作直樹みたいにそんなも起きないよとかいう人の方にも耳向けてやってください。はい、バランスです。バランス、バランス、興味持って聞くのはとてもいいことですけど、うん、自分が虚無にならないようにっていうのが次に大事なことなので、うん、皆さんもね、すごいそこを真ん中にいるのが、うん、あのお役目と思って、うん、はい、日本人、これからの地球人、宇宙人、宇宙の真ん中、うん、はい。